前回までのあらすじ、老安のおっさんが騙される。それじゃあ23話から行くぜ。開幕ベルサイユに殴り込む宝石ショーベメール。早く首飾りの支払いをと発狂中。一方、保証人である老安、カジノでおまわりさんに捕まり、罪なきおっさんが連行されるところから23話は始まる。王妃もロアンもなんのこっちゃ状態。イカれる般若にひるむおっさん。私がジャンヌを通し、首飾りを買ったとでも言うのかと問い、口を開こうとすると黙りなさいと理不尽攻撃。ジャンヌと面識ないものね。相引きをした件も含め、証拠を出せと怒りは怒髪点をつく。恐れながらと、王妃からのラブレターと、売買契約書を差し出すロアン。書いたの全部偽造やだけどね。なんじゃこやと愕然とする王妃。しかし筆跡と名義が違うと、精緻な仕事をなりわいとする錠前屋が偽物だと感化。この道10年以上の目利き、騙されていたことに気づき、許しを請うロアン。おっさんも被害者だからと、陛下がたしなめるも怒りは収まらず、裁判で全てはっきりさせると、ロアン一味を訴えることとなった。ロアンは巻き込まれ事故よね。その頃、偽王妃ことニコルの元を訪れる潜伏中のジャンヌ。口を封じようとするが、そこまで鬼にはなりきれず。罪のない貧しい人だからね。公爵夫人は恩人でも貴族だから容赦なかったな。偽王妃をやったことがバレたらあんたも大変だと告げ、逃亡費用を握らせた去るが、出たところでおまわりさんに見つかり、公文書偽造、窃盗、詐欺、王室侮辱罪で逮捕。犯罪の宝石箱や、関係者の老安と偽造屋も投獄され、逃亡中のニコラス以外は裁判を受ける身となる。一方、ジャルジェ家、ジャンヌは以前一緒に暮らしていた姉だと今頃告白する妹、ロザリーの関係者がクセ者だらけで、さすがのオスカルもびっくりぽん。パリのモンスターハウス、あんな姉だから言いそびれていたと納得の理由。私は今幸せだから姉さんに持っていてほしいと。獄中の姉にハハリーの形見の指輪を届けてほしいと頼むロザリー。孤独にさせたくない思いやりかしら。一方、パリの飲み屋で開かれるロベピエのオフ会、王室と貴族の実態が暴かれる裁判になると熱弁。裁かれるべきは犯罪よりベルサイユだと。被告人のジャンヌ一味より、訴えた王妃再動的し、聴衆もロベピエに同調し、もはや民衆草案とはネットアンチと化す。民衆はロベスピエールに扇動されていくのね。一方、ジャンヌを訪ねるオスカル、ロザリーからだと、形見の指輪を見せるもすっとぼけ、強がるジャンヌを無視し、指輪を置いてさっさと立ち去る。ロザリーと約束したからね。そして、王室の力でも干渉できないパリ高等法院で裁判が改定、すべてロアンの差し金だとしらばっくれるジャンヌ、悪党めと怒りの抗議をするも、場をわきまえろと、逆に説教されてしまうかわいそうなおっさん。めっちゃ歯並びいいわね。こんなおっさん見たこともないとずっと桃切り捨て、知らぬ存ぜぬと政治家ムーブを連発。指輪に祈りを込め、絶体絶命の打破をハハリーに願う。この状況は親不孝の極み。拉致が明かず、切り札のニコルを召喚。王妃そっくりの容姿に傍聴席もざわつく。頼まれた芝居を打っただけのニコル。偽王妃を依頼したのは、目の前にいる女性で間違いないと証言。万事休すのジャンヌは思わず手を振りかざすが、あの時、冷徹になりきれなかった自分に呆れ観念。もはやこれまでか。そして、一連の動機に対する尋問が始まる。ローアンは騙されていただけと白状し、おっさんはアンド、私も駒として動いていただけで、黒幕は王妃アントワネットだと、一世一代の賭けに出る。これには裁判長も激怒。王妃が黒幕ならジャンヌ一味を訴えるわけないだろとど正論。法廷で全てバラされるリスクしかないわね。法廷侮辱罪もトッピングするぞと凄まれるも、請求書を燃やしたのは証拠隠滅だと、のらりくらりと交わしていく。身に覚えのないものは処分しても不思議じゃないわよね。しかし、大事なのは真実より王妃叩きの口実。ジャンヌの嘘に便乗し、傍聴席の王室アンチもエキサイト。場を沈め、そもそも君は王妃の何なのさ?と質問。王妃は本当にジャンヌを知らないのよね。実はアントワネットは同性愛者だと。これ以上罪が増えても一緒だとばかりにやけくその誹謗中傷。
私はその恋人よと、ベルサイユの百合にされる王妃、姉さんもなのねと、興奮を隠しきれない傍聴席の百合っ子。唐突なベル百合連載開始に、根拠はと急に冷静になる裁判長。興味津々じゃないか。王妃の愛しいカタリストにポリニャック夫人も勝手に加え、オスカルに至っては断層させてそばに置いていると証言。断層は親父の意向。オスカル様もなのねと、ロザリーもヘブン状態。バーヤも似たようなものね。あることないことまくし立てるジャンヌ。主君を侮辱され、ところ構わず抜刀するところさんにロザリーさんも目が点。癖になってるわね。裁かれるべきは王妃の方だと熱弁するジャンヌ。それに便乗するアンチ。浮気でレズビアン、オーストリアから来たシリアの女に決まってるよと、不敬罪を恐れぬ不屈の修羅も出現。法廷は大敗後の甲子園球場状態となり終われ、法廷を駆け回るな。こってりと王室は泥を塗りたくられたと、家系ラーメンレギュアーのような感想を述べるロベスピエール。サンジュストは過激派の革命家として今後暗躍します。ジャンヌの嘘は効果絶大。権力に対する怒りを民衆に植え付け、首飾り事件は革命への導火線に火をつけることとなった。帰り道、恩人の社長に濡れ衣を着せた姉のことを謝罪する妹。しかし、すごい生命力だとジャンヌに太鼓判。あんな女性、今まで見たことがないとつぶやき、お前も大概見たことないタイプだぞと、御社台で何か言いたげなアンドレを背に日が暮れる。オスカルが一番希少種。そして、チームワーク皆無のクソ雑魚アウトレイジに判決が下る。半分悪人。逃亡中のニコラスは終身懲役刑。偽造屋は無知打ち後に国外追放。偽王妃のニコルは無罪。ジャンヌは終身禁錮刑。そして王妃が毛虫のように嫌うローアン。王室侮辱罪も含め無罪。ローアンは被害者よね。訴えたアントワネットは判決に激怒。黒幕にされ、同性愛者にもされ、訴えたローアンは無罪と、踏んだり蹴ったりで泣き崩れる。今回は完全に被害者ね。首飾りの購入はちゃんと見送ってるからな。1ヶ月後、ジャンヌの刑が執行。悪質タックルや噛みつきで最後まで抵抗。みんな王妃の陰謀だ。地獄に落ちろアントワネットとわめき散らすが、山賊のような兄貴に、泥棒を意味する部位の焼き印を両肩に押され気絶。絶対に最後まで諦めない女。ジャンヌはサルペトリエーヌに投獄されるが、王室を憎む者たちの英雄となり、牢獄はジャンヌのファン会場となった。そのファンに貴族も含まれていることを嘆く王妃。彼らは離宮への出入りを許されず、宮廷を去った貴族たちだとネタバラし、そんなことぐらいでと、ないがしろにした者たちからやり返される王妃。因果応報。オスカルはずっと絆だけは大切にと進言してたんだがな。そして、獄中のジャンヌ、最後に最高のスリルを味わい、子供の頃、こんないたずらごっこしたかったな、みんなとと、空虚だった反省を思い返すところで23話は終わりだぜ。人生を取り戻そうとあがいていたのかしらね。続けて24話行くぜ。開幕ジャンヌに脱獄されるガバガバ牢獄。北に向かう馬車の中、あんた誰よと、脱獄を手助けした覆面に尋ねるジャンヌ。君は英雄だから牢獄暮らしはもったいないと、会話が成立しない二人。言葉のドッジボール。助けた代わりに仕事を頼まれてくれと依頼し、うえ、ムッシュ、わかったよと、ルーゴはやつるジャンヌが、オルコートプラザーするところから24話は始まる。正体をバラしていくスタイル。パリの街はジャンヌ脱獄の話題で持ちきり、世間を騒がせる姉に悩み苦しむロザリー。そこに毒親剣山、母として会いに来たと、声をかけるも秒で拒絶。母リーだけでなくシャルロットも夫人が原因だからね。生みの親とはいえ母リーの仇。夫人への憎しみを忘れたいロザリーは去ろうとするが、ポリニャック家に来てほしいと夫人は涙を流す。夫は何してんだ？優しいロザリーも心を鬼にし、お断りしますと立ち去る。それを見つめる嘘泣きおばちゃん。やはり畜生は畜生のままか。一方パリの街、ジャンヌが出版した回想録が大ヒット。出どころ不明の秘密出版で、警察や軍も追跡できない模様。覆面が裏で糸を引いているのね。
首飾り事件の真相や王妃の女性遍歴など、一方的な作り話が真実であるかのように広まり、民衆の反王室感情は日増しに高まる。ヘイトスピーチ。シリーズものらしく、王妃の子さんファンであるアンドレも購読。堂々と妹の前で読みふけった結果、本は没収と、怪盗の妹も怪盗なのかと言いたげなアンドレを無視し、本を信じ込んだ民衆の王妃を見る目を心配するオスカル。信じたいものを信じる風潮。取り締まっても回想録の流通は止まらない。続編を待ちわびるフリークスも口を割らず、ジャンヌの所在は未だ不明。王室の危機だからとこのエレン隊の出動もやけくそ閣議決定。人探しに駆り出される部隊なのか？その頃、隠れ家のサベルヌ修道院。いつの間にか合流していたニコラス。ほんのぼろも受けに。と人外ボイスで大歓喜。修道院から一歩も出られず、覆面男も信用できたもんじゃないと。悪党の匂いに悟い悪女はご機嫌斜め。疲れ果て酒に溺れるジャンヌ。譲られた指輪を見つめ夜が更ける。最後に思うのはやはり家族なのか？後日、ジャンヌの捜索に向かうオスカル。ロザリーも肩身が狭いわね。そのロザリーに、ジェイと名乗る人物からラブレターが届く。ジェロー出るか？送り主は当然ジャンヌ。私は今幸せだからと、ロザリーと同じ理由で指輪を送り返す。姉さんが幸せなんて嘘だとこぼすロザリー。姉の幸せそうな笑顔を一度でいいから見たかったと涙。笑っていても心はズタズタだったのかしら。そこに懲りずにやってくる毒親、母の元にいらっしゃいと、ボケるパリの分子師匠を華麗にしかと。しかし、聞き入れないとオスカルは逮捕されると食い下がる。ニコラスがオスカルの隊員であること。そして妹であるロザリーをジャルジェ家がかくまっていると。そう報告すれば、オスカルも一味だと判断され捕まると告げ、母と呼ばなければ治安大臣にチクると脅迫するハゲタカ。シャルロットが亡くなっても改心せず、一方、オスカル、盗賊団相手に軍隊で襲撃、ボスをヒットラエルもジャンヌにの女と思く。オカマじゃないのか？回想録の続編を待ちわびるジャンヌファンクラブのガセ情報に振り回される日々。ガラスの仮面も完結させろ。疲労困憊のオスカル、自分の姉が元凶であることに胸を痛めるロザリー。そろそろ治安大臣に報告しないとと脅す太陽光ババアに屈し、夫人を母と呼び、ポリニャック家に入ることを決心。恩人のために犠牲になることを選ぶのね。夜更け、ジャンヌが回想録を書き上げたとの報告を受け、もう用済みだと切り捨てる算段を立てる謎の覆面。誰なんだ一体？後日、荷造りをし、自己都合退職をするロザリー。慌てて駆けつけた社長が退職理由を問うも、別れのその訳は話したくない下町の尾崎清彦。ポリニャック夫人は生みの親だ。必ず幸せにおなりと抱き留め、退職金としてペンダントが贈られる。さよなら私の青春、さよなら私のオスカル様と、アットホームな職場にロザリーは別れを告げる。ポリニャック家で幸せになれるとは思えないわね。そして、バーや経由でジャンヌからの手紙が手渡される。手紙にはジェイさんの居所も記載されており、託したロザリーの心中を察し、どうすべきかオスカルは思い悩む。しかし、無情にも悩む時間はなく、有力筋から垂れ込みがあり、治安大臣から修道院へ向かうよう命令される。謎の覆面の仕業ね。叫びたりで自暴自棄気味のジャンヌ。修道院が囲まれているとニコラスから報告を受け、もうなるようにしかならないと諦めムード。自首を進めるも無視され、単独で乗り込むオスカル。銃声が突入の合図になっているため、ニコラスも手出しができず、ジャンヌと話し合う機会を得る。この場所はロザリーから知ったのかと探りを入れられるが、断じて違うと優しい嘘に。こんな私にもまだ信じられる味方がいたんだねと、鬼の目にも涙。下僕のニコラスも信じてやれ。信じられる味方にカウントされず、ニコラスが怒りの不意打ち、オスカルを人質にして逃げようと提案するも、ジャンヌは拒否し、逃げたいなら一人で行きなと仲間割れ。割れるのは顎だけにしとけ。だったら用はないと息の根を止めようとした時、オスカルが呼んだと、超音波を披露従者のコウモリ男、夜行性らしく元気に暗がりへ突入。しかし、もう積んでるからおよしと、ニコラスを刺し、
私と一緒に死んでおくれと地下室へと向かうジャンヌ。入れ替わるように到着したアンドレ。ジャンヌたちはもう間に合わないと判断し、オスカルだけ連れ、バットマンリターンズ。私一人で死ぬのは寂しくてと謝罪するジャンヌに対し、最高にいい女だったぜと、ファイナルケツアゴスマイル。最後一人じゃなかったのはせめてもの救いね。そして教会は爆発死産し、ジャンヌの青春もアドゥー。彼女たちの死をもって首飾り事件は一応落着。しかし、脱獄と回想録の出版に手を貸したのは誰なのか？大きな謎を残したまま24話は終わりだぜ。一体あのウルレアン公は誰なんだ？続けて25話行くぜ。開幕銃の腕を磨くオスカル。おやつのリンゴを取り出しアンドレがパスするが、魔弾を受け砕け散る赤き果実。リンゴジャンキーが鬼の形相で振り返ると、ロン毛化したフェルゼンが突然の帰国。喜び駆け寄るオスカルに対し、リンゴを失った悲しみに、アンドレが鬱になるところから25話は始まる。今回で物語中盤もおしまいね。ジャルジェ家に招かれいきなりステーキ。独立戦争終結から早2年。熱病を患い帰国が遅れたと語るフェルゼンに、全く興味がなさそうなアンドレ。リンゴを独り占めされてるわね。親友たちからの温かい歓迎を受け、死を覚悟して戦地へ旅立ったが、生きて帰れてよかったとおセンチモード。センチメンタルジャーニー。7年ぶりの再会で積もる話もあると。乾杯！と、アンドレの棒読みの乾杯の音頭に、涙を禁じ得ないフェルゼン。7年ぶりだと29歳くらいかしら。翌朝、アントワネットに挨拶に行かないのかと聞かれ、そのつもりはないと答えるフェルゼン。7年前に一方的に逃げ、王妃との恋はもう終わったのだと語る。剣の稽古で迷いなく恋がたきを刺しに行くアンドレ。楽しそうに過ごすフェルゼンを見つめるオスカル。から元気とも映るその姿に、王妃への思いが消えたと素直には思えないが、もしそうなら、愛しても許されるだろうと恋する乙女モード。もう主君の愛人ではないものね。しかし、午後の紅茶、首飾り事件の活躍で昇進したオスカルに対し、神が女として生を授けたのが不思議でならないと伯爵ジョーク。オスカルもこれには苦笑い。フェルゼンにとっての女性は王妃だけなのかしら。その時、突然弾丸が撃ち込まれ、黒髪危機一発。憤るフェルゼンに、民衆が貴族を襲う事件が頻発していると説明。首飾り事件以降、王室への反感が高まり、貴族までもが宮廷を離れ始めていることを知り愕然。この7年間の変化を知るため、夜のパリに繰り出す一行。あちこちで開かれるヘイトスピーチのフェス会場。バンドネオンを地も激うつがしソングを熱唱。太った豚はみんな死ねと詐欺でシャウトし、ベルサイユのローズはロースへと投球ダウン。王妃の肖像画に込められた敵意に、さらに愕然とするフェルゼン。昔は悪口は多少あれど、王妃は慕われていたと混濁する記憶。春画にされたことを忘れたのか。帰宅後、愛する人の不幸を黙って見てはいられないと、ベルサイユへの思考を決心するフェルゼン。再燃しそうな思いを、複雑な気持ちで見つめるオスカル。後日、トリアノン勝利級。愛する人との再会に涙する王妃に対し、やってらんねえよと自室でグレるオスカル。フェルゼンの心から王妃が消えることはないわね。王妃のために反省を捧げると誓うフェルゼン。しかし、その思いはセーヌの流れのように、永遠に静かに灯すと美空ひばる。恋人ではなく、王妃の騎士となるのね。離宮を出て宮廷に戻り、謁見を再開すること。さらにポリニャック夫人ら、悪質な貴族との縁を切ることも進言。王室と貴族の関係性の修復に、本腰を入れることとなる。ポリニャック夫人、アウト。夕暮れ、渡り鳥が南へ帰るのを見つめ、あるべき場所へ向かう鳥に、人の心を重ね、フェルゼンの心が帰る先は王妃なのだと、改めて悟る。しばらくし、ポリニャック夫人ら、鳥巻の影響力も衰退。陸軍連隊付き印象外大佐という地位を得たフェルゼン。毎日ベルサイユに志向し、王妃を近くで支えている模様。一方、死んだ目のオスカル。王妃の宮廷への引っ越しの警護に当たる。アンドレはこの絵連隊でどういうポジションなんだ？警護中、貴族は死ねえと、素直な気持ちを打ち明ける鉄砲玉が乱入。
迎撃するも一人逃亡し、オスカルが単独で追跡。アンドレもこのエレン隊を先導し追いかける。ますますどういうポジションなんだ？無事、賊は追い詰めたものの、ことあるごとにフェルゼンの顔が浮かび、心が乱れ続けるオスカル。ジェローデルに後処理をぶん投げ早退。王妃の元へ戻っていったフェルゼンに思いを馳せ、7年の空白を乗り越えるその愛を称え、あなたを心から、初めて、一人の女として、いやあと絶叫し、川で悲しみを洗い流す。どう聞いてもお前の掛け声。夜、忙しそうなバーや、オスカルがドレスを着て舞踏会に行くと聞かされ、正気かオスカル、似合うわけないと、正気を失った間の抜けた顔で突っ張るアンドレ。しかし、実物を見るや否や、効果音も仲良く間抜けになり、ドレス姿のオスカルに見とれる。どういう演出だ。そして舞踏会会場、あまりに美しい夫人の来場に、男女問わず場は騒然。どこか見覚えがある夫人に、私と一曲と動き出す美女ハンター。フェルゼンと踊るオスカル。私はあなたとよく似た女性を知っている。その人は美しく、心優しく、教養も高い素晴らしい女性。私の一番大切な美しい友達だと語るフェルゼン。その言葉によろめくオスカル。抱き止められ、瞳が交わされた時に気づかれ、慌ててその場を走り去る。男として生きてきたオスカルの、女としての唯一のわがまま。愛するフェルゼンとの片恋のメヌエットを最後に、報われない思いと決別するところで25話は終わりだぜ。これも一つのアドゥー私の青春か。これで物語は中盤まで終わりだぜ。明確な線引きでもあるの？それはわからんが、26話からオスカルとアンドレの物語が本格的に始まるので、区切りとしてはここがベストだと思うぜ。序盤はアントワネットと宮廷、中盤はロザリーやポリニャック夫人、王妃とフェルゼンの恋が多めだったわね。中盤はアンドレの話とかほとんどないからな。その後半スタートとなる次回なんだが、黒い騎士という義賊をはじめとして、民衆の貴族への抵抗が組織化し、激化していく展開になるぜ。その時、貴族ではないアンドレは、みたいな。一からテキスト考えると途端に言葉が出てこなくなるわね。改変してるだけで物書きじゃないからしゃあない。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。